アイゾメヒカゲタケ族は、今日では推奨されない分類であり、少なくとも12種のキノコの種が属す。多くのアメリカの菌類学者は、以前に、青変するヒカゲタケ族ウパニオラスに属す菌類を、本、アイゾメヒカゲタケ族コープレンディアに分類したが、欧州の菌類学者はヒカゲタケ族ウパニオラスを用いた。今日では、以前に、 アイ日メヒカゲタケ族コープレンデアに分類されたものは、すべてヒカゲタケ族パニオラスに分類されている。アイ日メヒカゲタケ族はヒカゲタケ族の亜族であった。これは、ジアコーモブレッサドーラによって、エドウィン・ビンガムコープランドに敬意を表して作られた分類であった。アメリカ人のコープランドは、フィリピンで金類を収集し、一部をブレッサドーラに寄贈した。 1983年に、インドネシアのバリ島、デンパサールのレギャンビージにて、レストレランで、コープレンディアパピリエンレーシャが、スープやオムレツとして調理されて提供されていることが、発見され、このキノコを送ってもらった、小林義夫がその特徴を観察した。メキシコのシビレタケ族やニューギニアの幻覚性キノコで、こうしたキノコの研究が終わったかと思っていたが、 バリ島でしかも調理されていたため、大きな驚きを示した。本属の種は白から灰色、または高単色で細長く壊れやすく脆い柄を持つ。両半球の熱帯や新熱帯区に分布し、草原の死んだ、全類、カルタ、雑草、砂丘、腐った木、糞にて生育する。白芯を含有するため、傷つくと傘と柄の青辺が見られることが多い。 傘に粘着性はなく、乾燥するとしばしばひび割れ状になる。クリソシスチジアはない。藍染日陰竹属のすべての種は、幻覚性の白芯と白耳瓶を含有する。ありがとうございます。